キングピンス平野の仕様、驚くべき料理の腕前に謙遜。甘えのご飯作りが得意だったと赤水害なレシピとは日本テレビの朝の情報番組、ZIP では、解決。キングピンスというコーナーがあり、そこでは暮らしに関する悩みを解決するために、料理研究家の横田睦つ先生の指導のもと、 平野氏洋が家庭で使える食材を使った料理に挑戦しています。前回の放送では平野が鮭のオリジナルアレンジレシピに挑戦しましたがあまり美味しくなかったと失敗してしまい今回の放送でリベンジすることになりました。彼は前回の失敗原因を分析しシリソースをかけすぎた塩昆布を使うと美味しいと思っていたけど トースターで焼いたら焦げてしまった、と反省していました。今回の挑戦では、豆腐とチーズが使われました。しかし、平野は最初から苦戦し、うーは、本当に難しい。ご飯には味の濃いものが一番合うと思うけど、これは挑戦だ、と口にしました。彼はご飯の上にちぎったチーズと刻み海苔をのせましたが、あっつ、塩昆布もかけようかな。 塩昆布は大好きだから、と、さっき失敗の原因となった塩昆布を再び使いました。しかし、結果的には、大喧嘩している、昆布がチーズの旨味を消そうとしている、という大失敗になってしまいました。次に彼は、豆腐を使ったレシピに挑戦しました。彼は、ご飯の上に崩した豆腐と鰹節をのせ、醤油をかけた、豆腐をかか醤油、という料理を、 考案しました。しかし、味はあまり良くなかったようで、豆腐なしでもいいかもしれない、と反省していました。食材には罪はないです。僕に罪があります、と話しました。その後、先生が考案したフライパンで炒めて水分を飛ばした豆腐に焼肉のタレを絡めたスタミナ豆腐そぼろを食べるとご飯が進む。 こんなおにぎりがあればいいなと大変気に入ったようでペロリと食べ続けました。その後はかけるご飯のお供としてかける生姜焼きとかけるトンカツを手作りしました。生姜焼きにはひき肉と生姜を使用しました。生姜が大きいと辛さが強くなるため先生からもうちょっと細かく刻んでみましょうか。 とアドバイスを受け、15分間ひたすら刻み続け、みじん切りにしました。その後、砂糖、醤油、みりん、お酒、お酢と一緒にフライパンに入れて煮詰めれば完成です。未食した平屋は、やっべえ。超美味しい。生姜焼き定食よりもこっちの方がいいかもしれない。と絶賛しました。次に挑戦した、かけるとんかつも、口の中でとんかつの味が広がっている。 と満足そうな様子でした。彼自身は本当に料理なんてしないんですよ、と謙遜しています。しかし、最近作った料理をスタッフに尋ねられた際には、タチウオのしゃぶしゃぶ、と答え、タチウオを大名おろしにして食べるんですよ。ネギと一緒に、めっちゃ美味しいですよ、とおすすめしました。ちなみに、大名おろし、とは、小さなイワシやアジ、細長いタチウオなど、 三枚おろしにするのが難しい魚を片側から包丁を入れて一気におろす技法のことです。また、フライパンを自在に操る平野の姿に、スタッフは、フライパンの使い方が上手すぎる、料理が得意なイメージがある、と感心していました。しかし、彼は、照れ隠しのように、本当に料理なんてしないんですよ、と言っています。 ただし、アマニはよくご飯を作っていましたよ。おばあちゃんから教わった、誰から作るホイコウロウ、と、料理を振る舞っていたそうです。美味しいと言われてむさぼり食べられましたとも明かしていました。最後に、前回失敗したスイートチリソースとカニカマを使った、平野特製かけるカニチリ、と、アボカドと塩昆布を使った、アボカド塩昆布マヨ名つなあえ。 を作り、見事にリベンジに成功しました。ファンからは、本当に慣れている。絶対に自炊しているでしょう。く君の手料理が食べたい。質問に優しく答えながらも、料理を止めずにするなんて、まさに理想の彼氏、と絶賛の声が寄せられました。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。